はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、レベル、今、115まで上がりました。だいぶ上げたね。で、装備が、ようやくね、強そうな装備になってきましたね。こんな感じです。まあ、お店で、安く買ったやつなので、耐性とかそういうのは、まだいまいちなんですけども、まあ、そのうち、上げていきたいなと思います。はい。で、ここやってなかったんですよね。お題が、こんな感じなんですよ。このゴースネルは、フレンドの方に連れて行ってもらって倒したんですよね。で、他がまだやってなくって、今日は一人で行きたいと思います。グラコスだね。こいつ、いけるんじゃない？レベル80って書いてあったので、こいつにちょっとソロで挑戦してみたいと思います。いまいち、ここのシステムが理解できてないんだけども、ここに、あれだよね、コインを、やるんだよね。グラコスをやります。はい。OK。で、これで、奥に行けばいいんだよね。で、4人でマルチプレイをするときには、なんか、別々のやつをすると、いいとか、そんな感じだっけ？まあわかんないですけども、とりあえず、戦ってみましょうか。さすがにね、このレベルだから、勝てるでしょ。うん。あ、でもね、一回ね、レベル、80ぐらいの時かな、バズズと戦ってみたんですよ。バズズとちょっと戦ってみて、ボコボコにやられたんですよね。もうめっちゃめたのギッタギタでしたね。20秒持たなかった。うん。なんで多分、表示されてるレベル以上の強さは、あるんでしょうね。まあ、どんな戦いになるのか、行ってみましょう。お、グラコス。行ってみるか。まあまあ、普通に戦えばいいの？とりあえず、見ながら行きましょうか。そうだ、まあ、仲間がね結構助けてくれるんでいいでしょう。危ない気がする。じゃあ大丈夫か、大丈夫か。結構それ見ていかないとダメっていうのはね最近よく分かってます。おお、あ、でも大丈夫ね。俺の方全然向いてないんで。あ、いや余裕だわ、余裕余裕。もう黄色になってるじゃん。え、なんで？すごい火力があるな。いや強い。ちょっと待って、仲間が強すぎる。俺は別に大したことないんだけど、仲間が強すぎるな。あ、でこれがもらえるわけね。はい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 。あ、これコインボスのやつはいい、あ、いいわ。これどんどんやっていったがいいね。で、こっちに出れば終わりってことか。はい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 、勝てる勝てる勝てる。それではもう一戦、これもお題になってたやつですね。行きましょう。4体、おい！ちょっと待って待って、これはさすがにきついぞ。待て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 。4体いっぺんに出てくるは聞いてない。ちょっと待って、誰から行く？2体ずつやったがいいよね。おい！きつい。こいつはきついぞ。でもなんとか、あ、いやいや、HP が低い。ちょっと待て。魔物使い強すぎないか？初めて仲間に入れてみたんだけども、え、ちょっと待って、何その火力。え、バトルマスターが全然可愛く見えるんだけど。ちょっと、めっちゃめっちゃ、え、これはこの人が強いだけかかな。あ、まあまあ、俺があれか、バイキルト入れてなかったからか。いい、行くよ。
行きますよ。ああ、動き出すね。ちょっと待って、あの魔物使いが強すぎる。いけ、待て待て待て、いい、ちょっと待てよ。いや、だいぶ俺もね強くなったのかなと思ってたけど、いや全然だわ。あ、勝った勝ったけどさ、まあ倒しましたね、なんとかね。うん、まあなんとかってか結構余裕でいけましたけども、バトルマスターと魔物使いって、魔物使いの方が火力ある？俺はなんか戦い近接ではバトルマスターが一番強いのかなと思ってたんですけど、え、そうじゃない、そうじゃないのかな、わかんない、なんか全然あれね、驚くほど強かったんだけど、これ俺職選び間違えたか、一番の納金は魔物使い？そうなの？はい、ということで戻ってきました。あ、全然余裕で勝てましたね、余裕でいけた。うん、で、あれだね、火力は一番あるのって魔物使い？バトルマスターっていまいちなのかな？なんかすごい強く見えたんだけども、普通になんかね2000近くのダメージ与えてやばかったな。はい、まあまあとりあえずね、まだどんどん進めていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。